皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回はこちらの2体のおしゃべりコーペンちゃんとしりとりをねしていきたいと思うのですが、僕がやるわけではありません。この2体のコーペンちゃん同士でしりとりが成立するのかっていう、まあ検証動画になりますね。以前こちらの2体のおしゃべりコーペンちゃんが楽しくおしゃべりをするっていう動画は出したと思うんですけれども、今回はちょっと難易度アップですよね。しりとりを続けないといけないっていう、これは僕もできる保証はないです。むしろ難しいのかなぐらいに思ってるので、これはもう結果はどうであれコーペンちゃんが楽しくねおしゃべりをしている過程を楽しんでいただけたらなという気持ちで作らさせていただいております。早速話してみますね。コーペンちゃんしりとりしよう。コーペンちゃんしりとりしよう。最初ねよ。しりとりもう一回言ってね。はい、会話はわからないのですが、無事2体ともしりとりモードになりましたね。リンゴ。はい、ここで片方のコーペンちゃんが続きを言ってくれたらよかったんですけども、ダメそうなので僕が続きを言いました。カラス。カラスは最初がいいじゃないよ。もう一回言ってね。最初がいいじゃないよ。最初がかじゃないよ。もう一回言ってないよ。最初がいいじゃないよ。なんとここで奇跡的にしりとりが成立しましたね。いやー長かったですね。まさかここまで長く続くとは思いもしませんでした。ひたすら会社内容会社内容言ってた気がして、どれだけ会社に出勤したいんでしょうか。頑張り屋さんですね。出勤して偉いとね褒めてあげたくなります。はい、なぜいきなりこの画面になったかと言いますと、あの後もねいろいろ工夫してしりとりをさせてみようと試みたんですが、2匹のコーペンちゃんたちだけでしりとりを完結させるっていうのはちょっと無理があるかなと感じたんですよね。なので少し作戦を変更します。片方のコーペンちゃんだけをしりとりモードにしといて、もう片方のコーペンちゃんはこちらで喋らせようと思います。名前を入力する画面でね意図的に喋らせることはできますから、これだったらうまくしりとりできるのかなと思うので、早速そちらの方の検証をしていきたいと思います。では早速この君の名前のところでねしりとりしようと問いかけてみます。さあ答えてくれるかな。今少しごちゃごちゃしちゃったんですけど、おそらくこちらからしりとりを始めていいよということだったので、まずね一つ目のワードを言ってみましょう。じゃあまずはステーキという言葉で
しりとりを始めてみたいと思います。反応がないのでちょっと連発してみますね。はい、なぜかステーキに関しては完全に無視でしたね。先が思いやられるのですが、次はね、じゃあスミレと投げかけてみましょう。はい、スミレからの恋愛でね、つながったかと思ったのですが、次はイだよというね、問いかける間にそれを拾ってしまってね、ごちゃごちゃ始まっちゃいましたね。すごいわ、最初がいじゃないよ。もう一回、最初がいじゃないよなんだ。すごいな。ああ、よかった、終わりましたね。いや、またあの会社内容のループが始まるのかとヒヤヒヤしました。では今は恋愛で終わってるので、イから始まる言葉を言ってみましょう。いっぱい。次はまたイなんですけど、答えてくれるかな。イスター。お、答えてくれましたね。はい、続いたと思いきや、コウペンちゃんがね、青空にびっくりしちゃいましたね。これは最初からじゃないよ。もう長い話はわからないよ。ごちゃ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 してて、ちょっとね、わかりにくい動画になっちゃってると思うのですが、次の文字はラですね。ラのつく文字を言ってみましょう。ラボビーム。さあ、答えてくれるかな。はい、皆さんいかがでしょうか。言葉に関してはしっかりと聞き取ってくれて、それに対して答えてもくれるのですが、次の文字は何々だよってこうこちらにね教えてくれるその優しさゆえに、しりとりがね成り立たなくなってしまってるのかなと感じましたね。それでもね、やはりコウペンちゃん同士の会話だとこちらの予想を超えてくるで、ね、面白い会話が聞けたので、結果的にしりとりができるのかっていう検証に関しては答えとしてはできないということだったのですが、それを超える可愛い癒し動画を作ることができたので大満足の結果となりました。これからもおしゃべりコウペンちゃんを使った動画をたくさん投稿していきたいと思うのですが、もしこういう検証してほしいとか、こういう要望があるとかね、こういったアイデアがありますよとか、そういうのがもしあれば気軽にコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。それでは最後まで見ていただき本当にありがとうございました。他の動画でまたお会いしましょう。